ばんは。今日で学校終わりや。ライブのレッスンはまだやでっていつも言ってるね。もうすぐ始まるでとは言ってたけど、なんでそんなライブのレッスン気になるん。毎回聞いてくるけど、そんな楽しい聞いて。夏休み限定で髪の毛なんか染めるわけないやろ。絶対ないわ。ネイルは分からんけど、そんな時間ないと思うけど。いや、するか。ライブあるし、ネイルはするかもしれへんけど、髪染めなんか持ってのほかやで。絶対やれへん。びっくりするわ。そもそも校則的にあかんし、夏休みだけで戻さんかったらあかんってだけで、別にやってもいいんかもしれへんけど、絶対やらん。めっちゃ痛むで髪の毛。ゆきのちゃん更新してないん。知らん、会ってないから。どうなんやろな、そんな急に。なんかあったんかな。で最近公園すら出てないからほんまに会えへん。まあ学級期かけるからありがたいけどな。暑いですね。暑いな。
も最近まだマシじゃない？ちょっと前の方がエグかった。まあ暑いけどな。まあ学校終わったし、夏休みやったらいけるや。学校が暑いね。湿度が少ないからか。でも最近喉割れる。今日ペンギン T シャツ着てペンギントートで。ペンギン何も反応してないよ。ただ私が普通に帰り道に気づいただけ。そういえば今日ペンギン T シャツ着てペンギンとおたわって。いやでも目に入るとこにペンギンがおるから、ペンギンがおるから絶対見てるよなって。今は今日お詐欺やったけど、多分学級機械したら崩れるやろうなと思って普通にツインに戻した。夏場って喉乾燥せえへん？バキバキなんやけど喉。そんな水分別に取らんでもいける人。けどさすがに今日は飲んどきって言われたから、っていうか普通に喉乾いてたから飲んだ。もう咳止まらんくなって、喉バキバキでさ昨日から、だからさすがに飲んだ。
ポスター書かなあかんな、習字もせなあかんな、明日しようかな、人権ポスター。あ、いっぱい書いていいの？読書感想が？へえ。読んだ本にある絵を真似たものポスター。ええ。真似たもの。ん？真似たものポスター映画ビデオの、対象外になります。面白そう。面白そう。いっぱい書きたいけど絶対時間ないよな。しかも春の1個しかない。めっちゃおもろそうやん。ペンギンに借りた本？腹を割ったら血が出るだけさ。あの本買いに行きたい。明日時間あったら買いに行こうかな。買いたかったねんな。ちょっと返すタイミングわからんねんけど、教室空いてないもん。あ、空いてたけど返すタイミングわからんねんけど、じゃあ次の学級企画に行った時に出したいから、その時にまでに。英語のワーク出したかなと思って。出したけど見てもなんか何もついてなかったんだっけ。93。まあ出しましたかって聞くのが一番早い。聞こう。いや出したけどな絶対。まあいっか。じゃあ画用紙あったっけ。四つ切りサイズ。テーマを一つ選んで。ポスターカラー？ポスカで描くの？ポスカで描くの？ちょっと待って、ポスカで描くの？ポスカで描くの？どれか一つ選んで。1個しか無理なんか。いっぱい書きたかったな。ポスカで書くの？ポスターカラーってポスカやんな。ポスターカラーってポスカやんな。これやでな。そんな指定あんの？絶対絵の具の方がいいって。何があった？いつものじゃないってこと？びっくり。美術の先生に聞いとけばよかったな。
りするわ。そうなん。え、ポスカ苦手なんやけど私めっちゃ。ポスカめっちゃ苦手なんやけど。しかもこん中から1個しか出されへんやろ。悲しすぎる。啓発ポスター。明るい選挙か。選挙はないな。ちょ、ないの消していこう。ない。あ。ない。3R もない。街の美か。縦横自由。飛行防止。飛行防止むずい。え、緑の、あ、むずい。ない。緑豊かな自然はそこに住む生き物。関わりを表現したもの。関わりを表現したもの。つまり自然でいいってこと。でも共存ってことやな。じゃあ人間も描いた方が。うん。まあ、人権。まあ人権むずかったけどな、毎回。それで言うと、小説感想。見たがりの君に贈る物語はどんなんでしたっけ。あー、廃校の絵描くとかってこと。なるほど。夢を叶えるぞ。7月になれば彼女は これ好きやけどな、これも好きやけどな。いっそ嫌われる勇気の口論してる場所。むずすぎるけど。箱舟。あー、イメージになるけどな、こんなアイドル失格。まあ、映画化されてたら描きやすいよな、そら。ポスターカラーがポスカの答えは、危ない。くっそ、ポスカ。そう、哲学者の白熱した討論場面。湯気出てんじゃん、もう。これ好きやけどな。いや、好きやけど、ちゃう、やめとこう。いやー、好きやけど、もうちょっと考えよう。え、今年は本にしようかな。ポスカやろ、ポスカで書けって言うんやろ。むずくね。じゃあ全部書いてみて、言うて3つやし、好きなん選んで持ってたら。ポスカ、ポスカ、ポスカ、ポスカ。ほんまに苦手、ポスカ。ほんまに苦手。あれ、先生のカバンって紹介したっけ、私。僕アスとか、僕アスのたこ焼き食べてるとことか、かわいいよな。でっかいよな、えぐいよな。どんだけでかいたこ焼きやねん。ハフハフってしてるとこ、女の子がバタバタか。腹を割ったら血が出るだけさの食い止めてるシーン、愛のパッってとこ。でも私人間の躍動感とか嫌いやねんな。だからそれはないな。そういうの結局博覧会に持っていけるから別にいっぱい
書いてもいいから、いっぱい書いてもいいかなと思ったけど、普通に時間ないねんな。でポスターの答えは、あー僕はさ最初の電車、そう私めっちゃたこ焼き印象に残ってるわ。えぐない？だってたこ焼きえぐいよな。か僕はすか、男の子がちっちゃい時って女の子がってしてるとこかな。じゃああんまり言ったらさ、呼んでない人さと分からん方がいいかなと思ってさ、あえてあんま喋ってないんだけど。で先生のカバンって紹介したっけ？私かけら、あーこれか、むずいな。なんか想像してるけどそれが合ってるかどうかわからんからさ、想像しやすいのがアップなーい。今日はシュークリームの日なん？へえ、すごい。そうなん、今日たまたまシュークリーム買った。へえ、びっくり。そうなんや、シュークリームの日にシュークリーム買ったわ。なんかいいことありそう。もう一日終わるけど、ポスカはマーカータイプ？これってこと？ポスターカラーマーカー、これやん、絶対絶対これやん、絶対これやん。これめっちゃ苦手やねん、どうしよう。くっそー、なんでや。この書き方は絶対そうやと思う。テーマを一つ選んで作成してください。それぞれの課題によって条件が違うのでしっかり読んで進めること。条件をクリアしていないと応募作品候補には選ばれません。画材はすべてポスターカラー、ほらすべてポスターカラー。画用紙は四つ切りサイズのものを各自準備すること。丁寧に制作し、右下の提出用紙を作品の裏に貼り付けて提出する。ほら画材はすべてポスターカラー。なんで、なぜこんなんで緑豊かなところが描けるとでも。え、ポスカって茶色とかないん？いやだから ポスカ持ってないねん。そんな2、4、6、11色、えぐいって。11色で描けと、11色でじゃあ描けるのにしょ。ガチで無理やって。私自由の方が苦手じゃないわ、得意やねんな。逆に4月になれば彼女は、4月になれば彼女は、なんかめっちゃ雨宿りのシーンがイメージ残ってるわ。これはこれむずいけどな、これむずいな、これむずいわ、やめとこう。で先生のカバンは紹介したっけ？私何回も聞いてる、なかなかみんな答えてくれへんな。ポスターカラーは絵の具の方。もう意見が、もう美術の先生に聞くわ。みんなに聞いてももうあかんわ、答えが出ない。油性絵の具、ポスターカラー、むずない？なんかこんなあったっけ？紹介したっけ？ま、いつ？チューブタイプ、あ、お姉ちゃんが持ってたやつかな。ここにあったっけ？ポスターカラー、これ？桜ポスターカラー、これ？桜ポスターカラー、桜ポスターカラー、むずない？ちゃんと書いてくれへんかな。
とこれだいぶ前、ほんま紹介したっけ、これ紹介してないと思ってた。いや、ほんのレビューとかコメント見てたらなんかあまりいいコメントなかったから進めんとこうと思って。私は好きやったけど。マーカータイプどういうこと、どういうこと、もう意見分かれてるってやめて。でこのポスカで書いてこいはえぐない。11色やで、これは絶対えぐい。もう絵の具にしよう。いやレビューあんま気にしひんから、腹割ったら血が出るだけさま、私は良かったと思ってるけど、なんかめっちゃレビュー悪かったからなんでと思って。なんかあんまり、でも分かるっちゃ分かるよ、書いてること。なんかまあ確かにハマらん人もおるやろなとは思うけど、そこまで悪いかなって思う。やるな、色混ざれへんからめっちゃむずいよな。めっちゃ絵うまい人しか描いてるの見たことないもん、このポスカで。しかも描いてる人顔とかやし、顔やったら一周回ってポスカでもいけんかもしれんけど、自然はえぐいで混ざれへんから色が。よかったポスカってそっちで。怖っ。いや先生のカバンじゃなくて、今あの腹を割ったら血が出るだけさのレビューの話。カバンはもう覚えてないけど、うん、なんでスリッパ履いていったんか分かれへん。なんでスリッパにしたん？でも分からんわけでもない。なんか分かるっちゃ分かるけど、なんでスリッパにしたんかは分かれへん。気持ちは分かるよ、気持ちは分かるけど、なんでスリッパにしたんかが分かれへん。スニーカー履けばよくない？別に気持ちはわかるけど、自分ならしやんかなって。ポスカはポスターカラーのように濡れるペン。へえ。絵の具のこと、そうなんや。ありがとうございます。じゃあ絵の具で描きます。びっくりしたわほんま。名前だけ書いとこう。でもこれどっちにしろ1個しか出されへんねやろ。一番良かったの出そう。3年2組19番ペンギンが読んでる本なら人となりを、ペンギンさんが読んでる本から人となりを、どういうこと、どういうこと。ちょっとわからなかったですね。何にしようかな。一周回ってリアル鬼ごっことか、グロいな、グロいわ、やめとこう。スイッチを押すときとか好きやった。あースイッチを押すときとか好きやった。外出たとき、外の景色を想像してた。読書感想がって初めて聞いた。読んでる本が好きなものと性格がちょっと分かる。ああそういうこと。確かにあの人おもろいで、あーこの作家さん好きなんやーって分かりやすいよな。あんな顔して意外と恋愛小説とか好きやからおもろい。好きなんか知らんけどよう持ってる、よう読んでる。だって学級文庫その本ばっかりやもん、その人の本。腹を割ったら血が出るだけさもそうです。好きなのは面白い。今ちょうど私はその人の隠し事を読んでる。面白いよ。けど確かになんか言葉の使い方が隠し事の
喋り方とたまに似てる時はある。なんかあこれやってなる。おもろないペンギンが隅の夜さんの本読むの好きなんやって。いや好きなんやってってか好きなんじゃない。ほんまや9時までやん。まああと10分あるし。まあおもろいよな、あの顔で。そういう系好き。あの顔で YouTube もあれやから、女の人の YouTube 好きやから、おもろいよな。うーんって。ますます性格が分からなくなってきた。え、知らん。心の中でだけは青春を味わっていたいんじゃない。ほんまは無理やから、現実世界ではそんなこと無理やから、もう本の中だけでもって。そういうことだよ。あの顔で隠し事、おもろいな。あの顔で、いやあの顔で腹を割ったら血が出るだけさは、まあ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 って感じ。なんか読んで理解してそうって思う。知りたがりの君に送る物語はどうやろな、わあ読んでなさそうなイメージかも。4月になれば彼女とか好きそう。僕はそも好きそう。映画とか見てそう。あの人映画も好きやから。旅行も好きやで。あの顔の天ぷらは彼女と行ったんちゃう？今日も彼女いじりしたった。いや存分にいじった後に気づいたけど、自分がペンギン T シャツやったからだいぶ恥ずかしかった。あの顔で彼女と花火に。ほんまやで、あの顔でいけんねんで。あの顔で、あの顔でってか顔かな。分かった、愛される面積が大きいからや。なるほどね。今日も横で見て思った。こんくらい。リアルこんくらい。リアルリアルこんくらい。20代前半で天ぷら食べに行こうって。いや彼女も20代前半じゃん。後半、後半か、後半よ。いや知らん、彼女は知らんよ。おるんかどうかも知らんよ。続いてんかどうかも知らんよ。秒で別れた可能性もあるけど、なんならつけてなかった可能性もあるけど、知らん。とりあえず顔がってことは言える。めっちゃ髪の毛伸びたくない？うん、ランキング見ます。13位、やすさんありがとうございます。12位はるさんありがとうございます。13位小さな恋のメロディーさんありがとうございます。12位オレオーズさんありがとうございます。11位アラケンジャビさんありがとうございます。10位プロジュさんありがとうございます。9位セイくんさんありがとうございます。8位ナルニーさんありがとうございます。7位リュウさんありがとうございます。6位ハルさんありがとうございます。5位タカシさんありがとうございます。4位レム太郎さんありがとうございます。3位佐藤くんさんありがとうございます。
2位マチカネクキタルさんありがとうございます。1位マキコさんありがとうございます。ありがとうございました。自分的にはどの髪型がしっくりくるんだろうか。何でもいいかなって。めっちゃ短いボブはあんま似合ってなかったなって思う。いや公園でセットしてもらった時はそれはメイクさんが上手いから可愛くなるけど、デートで天ぷら行ったことない。ま、老けてるから内面も外見も相対的に。いやそのね、顔表が老けると同時に内面も老けていくから。あなたは若いけどペンギンはもう老けてんね。残念、君と一緒じゃない。しっかりしてるよね。ええように言うたな。確かにな。別にいいと思うよ。悪いとは言ってない。老けてるってだけで別に悪いとは思ってないし、いいと思うよ。逆にそれが魅力なんじゃない、知らんけど。いいように言うたらあの歳で落ち着いてる方なんじゃない。いいように言うたらな、別に思ってないで。いいように言ってあげたらまあ別にそうとも言えるかなって感じ。ええように言ったらやで、老けてるだけ。めっちゃいいように言ったらやで。別にそうじゃないけど、まあペンギンもツンデレやから。ペンギンツンデレやってクラスの子にいじられて、ほんまにだるいって言ってた。なんか自分が嫌われてるのを知ってるのにツンデレやとか言ってポジティブに捉えようとしてくるところがだるいって言ってた。そういうとこがだるいねペンギン。今日フルフル先生に頭悪いのバレんでって言われた。かつく、なんかフルフル先生に言われたらちょっとおもろいな。いいけど、フルフル先生に頭悪いのバレんでって言われたらなんかおもろいな。ほうほう、そうくる。フルフル先生肉肉しい顔が、いやフレッシュ、超フレッシュ、目はキラキラ、超輝いてる目、もうハイライトすごい。目は自信あるって言ってた。俺の目は綺麗やからって、これパッチリ二重がって言ってた。確かにね、二重ではある。まつげも自然に上がってるって言ってたけど、別にそんな。ほうほう、仲良くなってきたかと思います。芸人に例えるなら霜降り明星のせいやさん、めっちゃ似てた、びっくりした。